皆さんどうもこんにちは。私服がダサい、人から言われたくない言葉第6位ぐらいの尖った言葉。服のセンスは己の中に秘めた美的センスの具現化。そのセンスが人からかけ離れていればいるほど芸術にもなり滑稽にもなるというジャンル。しかしゲームのキャラには誰がどう見てもダサいとしか思えない服のセンスを持ちながらも、まるでこの世界ではメジャーな服ですけどといった表情で暮らすゲームキャラがたくさんいます。そんな現状を世間に広めるべく、私キャベツが本日は服のセンスが壊滅的なキャラたちをご紹介していきたいと思います。では行こう。ワッカ、陽キャとしてのポイントを全て踏まえたかのような男、ワッカ。ワッカはファイナルファンタジー10の登場人物で、天まで反り上がった金髪に夏の日に焼けた肌にゴリゴリの筋肉を持ち合わせ、見た目は小髄が笑うとチャーミングな、実際友人にいたら超頼りになりそうな男。夏のバーベキューにて焼きそばを作ってみんなに配りそうな男、それがワッカ。しかし落ち着いてください。一度冷静になって彼の服を見ましょう。これはひどい。文化祭で張り切ってしまう目立ちがり屋のような時代遅れのバンダナに、島村でも窃盗料を控えそうなサーカスの垂れ幕をちぎってつなぎ合わせたような謎の腕のやつ。極めつけはベルトが異常に貼り付けられたちょうどお乳首様を隠したトップス。なぜこれを着ようと思ったのか、というよりこんなのどこに売ってんのか。こんな壊滅的な私服センスを持つ男、妖怪でコミュ力豊富であってもさすがに隣を歩きたくない。いつお天道様がチラ見えするのかも気になってしまってノイローゼになるはずだ。もう一度言う、これはひどい。チンクル、緑の全身タイツことチンクル。名前からしてふざけているとしか思えない男、それがチンクル。零細企業で数十年を過ごしリストラにあったおっさんが、人生の終わりを見てもこんなファッションセンスには行き着かないであろうほどの奇抜で、そして生理的に拒絶するようなファッションセンス。しかしどこかで見覚えのあるファッションだと思いませんが、そう、 NHK で放送されているタイツの黄色いおじさん。ストレッチパワーが溜まってきただろうってアホか。こんなチンクルはゼルダの伝説ムジラの仮面から登場し、現在35歳独身らしい。35歳というには老けすぎていて、生まれた瞬間に生理的拒絶のステータスをガン振りしたようなかの容姿。まあ緑のタイツはまだしも、なぜかその上から赤い水着をも履いているという滑稽さ。どうやればこんなファッションで旅に出ようと思えるのか。こんな集大な姿を見せびらかし、拒絶されることがもしかしたら快感なのかもしれない。そう、股間のあたりにストレッチパワーを与えるために。クワイエット、メタルギアソリッド5に登場したクワイエット。言葉を持たない狙撃手クワイエットなのに、体はクワイエットしていないクワイエット。中学生の頃に買ってしまったブラジャーを未だにつけているかのようなサイズ感が全く適しておらず、胸がノンクワイエットしており、さらにはどこのエロゾンビゲーなのか、着ている黒タイツはところどころ破けており、やはりここもノンクワイエットであります。そんなクワイエットですが、設定として皮膚呼吸しているからということもありますが、やはりそれでも他の服があったのではないかと思えてしまう。こんな姿で戦場を走り回っているのに、なぜお乳首様がノンクワイエットしないのかが不思議ですね。しかしながらこの姿が日本のゲーマーたちの心を掴んだのには変わりなく、今も根強いファンが存在します。しかし一般女性からの意見は厳しいものがあります。お着替え中に戦場に掘り出されたの、カーディガンを忘れているわ、女の人がこんな格好をするのはそういう時だけよ、などなど。まあ仕方ない、これは仕方ない。ファッションセンス云々ではなく、ただただその服見た目的に大丈夫かと言いたくなるような服装です。ライトニング、高速の異名を持ち重力を自在に操る高貴なる女性騎士かっこ笑いことライトニングさん。ライトニングさんは軍人なので、現実的な軍服の格好は置いておいて、ファイナルファンタジーというファンタジー世界の衣装としては別段ヘンテコな感じはしません。なぜ革のバッグを足に装着しているのか、夏場は蒸れて大変そう、ハイウエストのベルトも夏場辛そうっていうか、お腹が痛そうというふうにツッコミ具合はありますが、まあまあゲーム的に言えば割と普通な方。しかし追加衣装や他の衣装はダサい。服に着られている感が凄まじく、ファイナルファンタジー13リターンズなどでは吹っ切れたのか、モーションなども大胆になり、見ているこっち側も恥ずかしさが追加され、悲惨な状態に。そして極めつけは、ファイナルファンタジー13の発売後、気が狂ったのか、ルイ・ヴィトンやプラダとコラボし、そのファッションセンスをさらけ出したのです。それではご覧ください。
これはひどい。モーションなどは全てルイ・ヴィトンが担当したとのことですが、何でしょうか、見ているとちょっと恥ずかしくなってきます。こちらも服に着られている感が凄まじく、終始誇らしげな真顔がちょっとシャク。そして突然の跳躍、おでこは勇者のアイテムでしょうか。去り際のこなれた動きがさらに滑稽である。かなり美形であるのになぜこんな仕事を引き受けてしまったのか。高貴なる女性技師のライトニングさん、仕事を選んでほしい。ファイナルファンタジー12版、ファイナルファンタジーの男キャラはなぜ肌を出したがるのか。ファイナルファンタジーシリーズで一番パッとしない版、おそらくワッカと同じブランドの服だと思われるこのトップス、一つ言わせてもらうと、もはやこれは服ではない。周りの仲間たちは比較的普通の服っぽいものを着ていますが、版だけはうまい具合に乳首がクワイエットしたこんな服を着ています。おそらくですが、本来この服の着方はまずインナーありきのはず。それを飛ばして大胆に着るのはやはりファイナルファンタジー、ノムリッシュスタイルとでも言うべきでしょうか。夏は本当にひどいシルエットの日焼けになりそうですし、冬は寒すぎる上、金属板っぽい部分が触れてしまって凍傷になるのではないかと思えるこの服、好きで着ているならかなりひどいファッションセンスと言えますね。フリーダムウォーズアリエス。フリーダムウォーズは2014年に発売されたゲーム。その中のアリエスというキャラクター、まずは足元、なぜそんなにベルトをつけた。ファイナルファンタジーの常套手段の困ったらベルトをつけるが他社のゲームでも活かされています。実用性は皆無ですが、まあデザイン的に見れば奇抜で可愛く見えなくもないか。しかしよく見てください、アリエスのつけているヘッドフォン、なんとパーカーの上からつけております。ホーリーシー。まずこれでは音楽はほぼ聞こえませんね。もし耳栓的な外界のことをシャットダウンするという用途でつけているならば、まず耳栓をつけろっていう的な話にもなり、なぜそこにつけているかが疑問。もしかすると間違えてパーカーの上からヘッドフォンをつけてしまい、仲間に指摘された時に変な嘘をつけてしまい、もはや取れなくなってしまったのでしょうか。恥は捨てて、ただ邪魔なヘッドフォンを捨てるんだアリエス。ドットハック長谷尾。ドットハックはサイバーコネクト2が制作し、バンダイが発売したテレビゲーム、その中の長谷尾、今回の動画で一貫している困ったらベルトをつけろというファッションセンスですが、なんと長谷尾、気が狂っているのか体に52個ものベルトを巻きつけております。足にもベルト、手にも腰にも胸にも、さらには大きさの違うベルトが首にも、52個ものベルトのために至る体の部分の寸法を測り、オーダーメイド、あるいはネットでポチポチ買ったとでも言うのでしょうか。朝起きて着替える時に憂鬱になるほどのベルトの数、もしヒロインや可愛いチャンネルとベッドを向かう時にどれだけ相手を待たせるのでしょうか。夏は蒸れるし冬は寒い、着替えに1時間どうやって生活してるのか謎すぎる。ということでいかがだったでしょうか。困ったらベルトをつける、これ割とファイナルファンタジーキャラの全員に言えるんですよね。人気キャラのスコールやセフィロスなんかも一応ベルトはついてますし、よく見れば大体のキャラクターにベルトがついております。ベルトをつけることでワンポイントアクセントが加わるのはいいんですが、さすがにつけすぎなのは滑稽です。っていうかほんまにこういう服ってどこに売っているのか謎。そして防御力って本当にあるんでしょうか。実際に誰か検証してください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、サブチャンネルも登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。よお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あと、ツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なので、コメント欄でネタをください。まあ、とりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あと、チャンネル登録をした後、
なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿すると君たちに通知がいくので、ぜひそこも通常オンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。